共和国議会議事堂1991年、ポルトガル議会選挙は、ポルトガル共和国の立法府である共和国議会を構成する議員を選出するため、1991年10月6日に行われた選挙である。共和国議会議員の人気満了に伴って行われた選挙で、アニーバル・カバコ・シルバ首相が率いる PSD が同政権4年間で、 平均経済成長率4.5%、失業率5%以下という安定性を実現したことを強調、与党の絶対多数による安定した政権運営を訴えたのに対し、PS やセリは PSD 政権4年間で貧富の格差が拡大したことを訴える構図となったが、終始 PSD が優位に立った。なお今回の選挙より定数は20議席削減された。 選挙の結果、与党 PSD が前回並みの得票を維持し目標としていた単独、過半数議席を得ることに成功した。一方の PS も前回より得票を7%、あまり増やし、議席を大幅に増やして躍進した。これに対して PCP を中核とするセディは、得票で初めて10%を下回り、議席も半分程度に落ち込む敗北を喫した。 これは未遂に終わった同年8月のソ連8月クーデターに、大使 PCP 執行部が支持を表明したことが、国民の強い反発を招いたもので、同党の伝統的地盤である、アレンテージョ地方でも支持を減らす結果となった。右派政党の CDS は、前回並みの結果を維持したが、PSD の過半数を阻止できなかった責任を取る、形で、ドアマラル党首が辞任した。また、 アントニオ・エアネス前大統領の民主刷新党を分かれ、自身が現政権への支持を呼びかけたこともあり、1%未満しか得票できず、議会における議席を失った。PSD が勝利した要因は、政治的安定と自由経済導入による経済発展が成功したことによるもので、1989年4月以降の国営企業民営化による収入、 1986年の欧州、共同体加盟による、構造改革助成金、原油安も、政府の経済運営に大きく貢献した。国立国会図書館政治議会家憲法室、庭野和弘、諸外国の会員の選挙制度資料マイナス、国立国会図書館2005年10月14日付、CLAIR リポートの274。 ポルトガルの地方自治自治体国際化協会。4から5ページ。CNE やセンディアダラプーブリーカ零六6、10、1991インファーマースをデトルホだ。レスルタードースナスヨーナイズ各政党の得票率は、有効得票と白票、無効票を合計したものを100として計算したものである。ポルトガル共産党と緑の党による選挙連合。候補者名簿を提出したが、 議席を得ることができなかった政党や候補者連合は PRD など7つ。ありがとうございます。